はい、こんにちは、しゅんです。なんか久々にバックカントリーに来たような気がしてます。さあ、今日はもう本当に久々、日照峠ところにあります、ローザン熊見山に来ております。いや、ここのとこあんまり雪降ってなくて、唯一ここ直近で降ってたのがこの辺ということで来てみたんですが、なんかあんまり雪があるようには見えないけど、あのやばいところと硬いところとなんか入り組んでて、しかも今登りとレースがなんかほぼなくて、登りにくい、ほぼ自分でフルラッセルして登ってる感じです。で、意外と天気いいんで、まあ今日は滑り楽しむっていうよりは十勝平野見て景色楽しむって感じなんでしょうか。とりあえず登ってきます。とりあえず森を抜けました。ここ何ゲレンデでしたっけな、なんとかゲレンデまで出ましたよ。少し風が出てきたんで、多分山頂は予想通りちょっと風がありそう。いや、天気から十勝平野はめっちゃ綺麗、日照もいい感じですね。うわ、日照全然雪ないね。いやー、ずっと登ってきたけど硬いところとやばいところがすごいミックスされて、これは帰りやばいな。この辺とかでっかいハモンシカブラでっかいやつ、いや気をつけて帰んないとね。さあ、青木川どうなんだろうね。青木ゲレンデまで来た。いや、でもこれ絶対ガリガリだ、全然ダメ。向こうの方は良さそうだけど、良さそうっすもん、あれ絶対かパックされてるよね。いずれにしても青木はダメそう。どうしよう。今青木ゲレンデの上山頂直下、もう雪こんな感じです。かてイエーイ、あ、引っかかった。ローザン熊見山到着。すげー、十勝遠方富良野岳、めっちゃ綺麗。そして十勝平野、Like a voice to remind me, I don't have to fly away tonight. I just need to find a place that I can call my own. Can call my own. And I don't need a palace in the sky. I just need to find a place that I can call my own. Can call my own. Memories blend like the haze of this town.Makes it hard to breathe or find solid ground. We pace these streets but forget who we are. Lost in the chase, dreams covered in scars. Makes me want to throw in the towel sometimes. Sell my heart, trade it for nickels and dimes. I could leave it, stop believing. But I feel the wind remind me I don't have to fly away tonight. I just need to find a place that I can call my own. Can call my own. And I don't need a palace in the sky.Call my own. Call my own. Oh.
ともう雪がダメすぎてちょっと滑れるかわからないんですが、ちょっとこんな感じです。滑れんのかな。滑れる？これ。これ映像じゃ絶対伝わってないと思うんですけど、すぐそこはガリガリだし、吹き溜まってるところあるし、めちゃこれ難しいよ。とりあえず行ってみようかな。わお、難しい。おお、超むずい。うお、むずい、むずい。うわ、楽しくね。うわ、お、ここいい。むずい。いや、むずい。いや、超むずい雪。気持ちいい。いやー、いいね。でむずい。いやー、風が出てきた。まあ今日の老山熊見山の中で考えりゃ、今日はここ一番良かったかもしれない。ちょっとでも難しかったけどね。ちょっときついけど登り返します。とりあえず稜線まで登ってきた。さっき滑ったのがあの辺。すげえ鱗だらけ。すげえ硬かったもんね。次はもう一本ちょっとそっち落とそうと思うんですけど、こっちも鱗だらけ。さて、登り返しして、さっきのラインとちょっとまた違うライン行ってみようと思ってるんですが、いや、どうなんでしょうねこれね。いけんの？さて、
楽しいのかがわからない。さっきも雪はもなか状態。まあ行ってみよっか。つまらんな。こんなもんでしょ、今日は。今日はそこかしこに、キツネなのかなみたいな足跡が、たくさんあります。これは多分2匹、いたのかな。はい、再び、氷山熊宮山山頂に戻ってきました。っていうか、めちゃ遠かった。こんなにかかった。それでは、ローザン熊宮山山頂から落とします。ただここから下っていきます。おほう、ハマるかもしれない。ハマる。ガリや。
ランディング硬かった、やられた。やば。いや、おっかねえわ。フラットじゃねえから。下山しました。まあ雪はちょっと微妙だったけど、まあ他は今日どこもダメだと思うんで、まあこれだけ滑れただけ十分でしょ。それと久々に十勝平野、十勝バレでめっちゃいい景色も見えたし、それで満足としましょう。では今日は久々にロゴ山熊見山バックカントリーでございました。また次の動画でお会いしましょう。寒くて舌が回ってません。では、さよなら。